これで出てくるはず。来てる来てる来てる。予想通り。ふふふ、ドージャー X、鍛え抜かれたこの体は、後ろに見える大爆風で鍛え抜いたのじゃ。幕府というても江戸幕府のことではないぞ。そんなことはどうでもよい。 X、 カプセルに入るのじゃ。わしが修行の末得した技をお前に授けよう。ただし打ち方は自分で見つけるのじゃ。 X よ、修行じゃ、修行あるのみじゃ。で、こいつに入ると波動拳パーツ、波動拳が打てるようになる、まあ、X の声を聞くことができる貴重な瞬間だよね、この瞬間って。これ誰だろうな、キャラクターボイス。まあ、まんまストリートファイターと同じコマンド入力、下、斜め、下、左か右、左向いてたら下、斜め、左、下、左で出せる。で、右向いてたら下、右、斜め、下、右向きで出せるっていうのがこの波動拳の技で、まあ、ボスをワンパンで倒すことができるっていう優れ技で、ちなみに今こういう感じ、残機を、まあ、マックス9まで貯めて、でサブタンクもフルで充電して、もういざラスボスに挑むみたいな感じだな、まあ、この波動拳回収するためにここを5周したんだけど、その今波動拳パーツを入手したカプセルのすぐ手前で落下するっていうのを繰り返してやれば、まあ、5回繰り返したから今の残機数になってんだけどさ。でシグマステージ行こう。でまたゼロ出てきたね。敵の攻撃を分散させるために再び潜りで行動するぞ X。俺は先に行く、お前は後から来てくれ。二人一緒に行った方がいいような気もするんだけどな。で敵キャラがもうめんどくせえから、特殊武器もガンガン使ってやっていきたいところ。なんかこの日すごい強いよね。なんか RTA とかやるんだったら結構使いやすい武器なのかもしんない。ロックマンのさ動画何個か見てたんだよね。でここはこれでこのシールド貼っていくと楽。なんか優秀な武器ランキングみたいのやってて、その動画でこのシールド貼りながらやってたわ。このシールドしてねえや。あのホロー、やっちゃった、あっぶねえ、死んだ、くたばったかと思った。足場が全く見えないから怖いよね。やっちゃった、うわ、ダッシュが出なかった。いやロックマン X の難所の一つだと思うわここで。燃費のこと考えたらこれ使ってもいいかもしんない。これでそのまんまさ、その次のやつも貫通できんのかなって思うんだけど、あ、足りねえや高さで。またここまで来た。でシールド貼っていこう。シールド貼るのは大事。このシールドほんと役に立つからいいよね。やっちゃったまたかよ。いや俺左にさっきどうやって飛び移ってた。ダッシュがめちゃくちゃやりにくいんだけど、ダッシュしない方がいいのかな。とりあえずこの亀をどうにかしばき倒して、あ、いいねいいね、貫通3体ぐらいそのままうまくいけば貫通できたりすんのかな。でもう一回シールド貼って、いくら残機が余裕あるからってそんな死んでられない。あー距離が微妙だな。いや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 、ここ普通にむずいよな。そしてここ円弧殺しになってるかもしれない。
編集の際にロックマンの体がうまく映ってないかもしんない。若干モヤモヤみたいになってるからさ、これ普通に難しいよな。やっちゃったよー、もう。おお、なんか変わった登り方ができた。まず、危ない。いや遠いな。やっちゃ、あっぶね、たまひゅんすぎる、たまひゅんすぎるぞ。ここ落ち着いて登っていきたい。なんかダッシュがほんと出ないんだよな、動く足場の上って。オッケーオッケー、無理やり感性を利用していけ。オッケーオッケーオッケー。あとは次あれが、今やりすぎた。やればやるほどさ、手に汗かいてコントローラーがちょっと滑るんだよな。めちゃくちゃやりにくい。あー、どのタイミングだろう。今、おっしょっしょっしょ、いいぞ。またさっきと同じような登り方を。早い。こう。あと一個。今。危な。あー、オッケー。新大陸が見えた。よし。で、ここはもうシールドなくして、代わりにこの特殊武器で無双。やっぱ特殊武器って使わなきゃ損だよね。んで、もういいや。残機がもう2しかねえや。どんだけ死んでんだっつう話なんだけど。これなんかドラゴンボールにこんなのいなかった？ドラゴンボール GT に。名前忘れたけど。あー、なに？ボス部屋？早いね。ああ、ババアちゃん。エクス、下がっていいの。こいつは俺が倒す。なんかゼロがさ、死ななかったっけ、ここで。ゼロがくたばるんだけど、命と引き換えに、こいつを倒すみたいな。そんな感じだった記憶がある。で、弱点属性なんだったかな。弱点属性覚えてねえや。俺が倒すとか生きがっておいてこのざまだからな。こいつを助けたいか、X。助けたいのなら俺の命令に従え。そうすれば命だけは助けてやれ。X、俺に構わずこっちをやってしまえ。次は異性がいいな、ゼロ。お前がすべきならそれもいいだろ。X、少しは強くなったつもりだろうが、俺のライダーマンは大幅にパワーアップしている。俺に向かうとは身の程知らずめ、行くぞ。これイベント戦だよな。なんか X が死にかけたら、そのゼロが助けて自爆して、チャオズみたいな感じで自爆して助けてくれるみたいなさ、そんな感じなんで。今これだってゼロに当たり判定ねえもん。だからとりあえず早くとりあえず仕留めてくれ。俺は早く死にかけの状態にするんだ。そうすればゼロの本気を引き出せるから。この状態でいくら攻撃しても意味ないんだよな。その第二形態みたいな、そうこれ出して、ゼロがあのライダーアーマー破壊してババ本体と対決するみたいな感じになるんだよ。お前の相手はアレックスではなくこの俺だ。なんか二手に分かれて探すぞっていうのを完全に死亡フラグにしかなんないよね。でゼロが死ぬことでロックマンのHP が全回復する。バカなやつに、そんなことにこの俺が倒せるとでも思ったのか。さあ X、 次お前の番だ。覚悟はいいか。で、なぜか元気100倍アンパンマン。弱点何なんだろうな。これかな。なに、お前にそんな力が残っていたとは。まあよい、犬死にしたゼロにすぐに合わせてやるぜ。X、覚悟しろ。
弱点が分かんないんだけど、これで攻めよう。いや、まあまあ、まあまあ入ってないか。まあまあ入ってる気がする。多分これでしょ。普通に強い。こんな強かったっけ。あー、これ動けなくなるんだ。いや、多分だけどシグマよりこいつの方が強いんじゃないかな。一応目は慣れてきたんだけど、それでもきついものがある。サブタンを使わずにどうにか突破した。危ねえ。でももうこの雷がこんだけしかないから、アーマーアルマージ戦がきついな。この後多分これ弱点じゃなかったかもしれない。おう、ゼロ。お前上半身しかねえじゃん。音だけみたいだな。エクス、無理だが俺はここまでだ。お前の力はすでに俺を超えている。今のお前ならシグマを倒せるかもしれん。ああ、灰になっていった。いや、HP 回復アイテムみたいのないときついな。うわ、マジか、ここ。いや、まあ、ここは最悪これ使えばいいんだけど、肩で呼吸してるもんな。マジで。こういう時にお前いちゃう？一気に行く。一気に行ったけどダメージ食らっちまった。赤外線に触れさえしなければ大丈夫なはず。待って。シールドが出せない。やっちゃった。いや、もう使おう。こんなところで使うのはちょっと想定外だったけど、まあしゃあない。死ぬよりはました。これもガン無視して、ちょっと HP 回復アイテムのサービスぐらいしておいてほしかったんだけれども。よし、いいぞいいぞいいぞ。こんな感じでダメージを入れていこう。おしよし。うわー、上にも変なのいるよ。オッケーオッケー、壁の中にいる。また復活すんのかお前。いやいやいや、こうやって無限に湧き出てくるのってほんと卑怯だよね。これさ、これでどうにかできないかな。これでどうにかできるんだったらこれでどうにかしたいところなんだけど。うわー、でも上にあいついんのか。無視できないか。なるべく戦わないでいこう。不殺日村剣心みたいな感じでやっていくぞ。ここさすがに不殺厳しいか。オッケーオッケーオッケー、登った。な、雲のボスいなかったっけここ。待って、雲のボスじゃない、8ボスだ。初期のロックマンってさ、あのロックマンシリーズと同じで、初期のロックマン X もあれなんだよな、途中途中に8ボスエリアじゃなくて途中途中でこいつらが出てくる。まあロックマン X2 とかロックマンシリーズ、ロックマン1とか、あ違う、ロックマン1違うわ、ロックマン2345では8ボスのボスラッシュみたいなのあるけど、まあ、最初のロックマンおよびロックマン X は8ボスが要所要所で出てくるんだよな。んでメットール危ない。もうボスはすぐ近くだったと思うんだけど、それまでにでも回復しておきたいな。多少回復できたから OK。 でも今のもう全部チャラになってそう。よし、下押して。メットール何気にうざいよな。こいつはもういいや、相手しない。で、俺の今の反射神経でいけるかどうかが激しく不安なんだけど、多分雲のボスで弱点が氷のはず。いや、様子見するか。残機2あるし様子見でいいや、一回。ウェブスパイアスの亜種みたいな、待て待て待て、わかんない。こっち。体が赤く光るじゃん、そのケツみたいな部分が。待て待て、わかんないわかんないわかんない。ケツみたいな部分が赤く光るから、その時にしか攻撃が通らない。今みたいな感じ。
で、コグも散らすのがすごい厄介なんだよな。よし、いいぞ。案外通りがなるかもしれない。あ、これ間違えた。この網だくじをとっさに判断できるかどうか。オッケーオッケー、もう運ゲーだよね。あ、オッケー、こういう分かりやすいやつは助かるんだけど、今もう攻撃のタイミングしくったな完全に。こっち、ここは安全。あー、遅かった。いや、余裕がないんだよ。痛えな。なんもねえじゃん、今。なんもねえことあんのかよ。完全なランダムなんだの、多分。やっちゃった。もう排水の陣だぞ。ここ大丈夫かな。大丈夫だったけど、体力が大丈夫じゃない。ああ、やっちゃった。小雲にぶつかってしまった。